こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ発送方法の仕方を購入者へ直接手渡しにしようと思っています。発送方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、質問等ありましたらぜひね紹介させていただきます。はい、これですね、メルカリで、発送ってなかなか手渡しってなかなか分かんないと思うんですよね。大体メルカリでいいんじゃないですか。これですね、私も一回やったことあるんですけど、まあ未定ですね、まだ着払いですね。まあそのまま、渡していただければいいですね。発送代一切かかんないので、まあよくね、近くの近隣の方とかね、商品を購入されるときに、すぐね、渡してほしいって方いるかと思うんですね。私も実際2件ぐらいありますね。同じ町内の方とかいましたので、これですね、直接渡してきました。はい。なので、ぜひね、配送代とかね、払いたくないって方は、ぜひね、こういった未定で設定していただければ、一切お金、まあ、かからないですね。なので、こういった風にね、やっていただくといいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。日経が散歩、お願いします。あと、YouTube から質問は受け付けてません。LINE アット登録をによろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。